はい、皆さんこんにちは。本日はですね、6月の17日ですね。はい、水曜日になります。まあ今梅雨なんですけど、梅雨の中休みというかですね、昨日今日と、まあ曇り晴れぐらいかな、になってます。で、娘がね、月曜日発熱して。火曜日も、まあ、ちょっと熱があって、で今日ね平熱も戻ったんですけど、なんかちょっとね、ま、だ微妙な発熱があって、なんかよくちょっと分かんないので、まあまあ大事に大事をとってお休みっていう感じですね。まあ今こんなご時世なんで、もしね、そういうあれだったらもう大変なことになるんで、まあとりあえず大事をとってという感じで、今日も、作業場に来てて、もう、朝宿題してもう今は終わって、勉強も一通り終わって、ゲームやった後に今も動画見てます。はい、そんな感じの、水曜日なんですけども、まあ前置きはそんな感じで本日はですね、ボルダリングジム経営、人を雇うことの難しさと題してお伝えしてまいります。他の動画でもね、中向いてると私はボルダリングジムを経営してて、まあ4軒経営してたんですけども、もう全部廃業して今そういう、ボルダリングジムの経営はしておりません。まあ最大でね、人をね、4名、雇用していました、マックスでね。やっぱねこれすごくね難しかったですよね。何が難しいかっていうと、まあ、一つはね、私自身がまあ個人事業主だったわけですね。まあ、一人だけの会、事業、事業主でやってきてて、で、個人のジムっていう時代もあって、ね、その前、まあ、会社員という時代もあったんですけど、当然、24、5歳とかなんで、平社員ですよね。平のところでやってたという感じです。それが、まあ、個人事業主が、まあ、法人なりして、そしたらいきなりこう、平社員がね、中間管理職とかを、まあ、ぶっ飛ばして、まあ、代表取締、法的に多分代表取締役で、まあ、俗に言う、まあ、社長という、地位になっちゃうわけですね。いきなり平社員がいきなり社長なんですよ。はい。いきなりね、4人の、まあなんか、雇用をする社長にいきなりなるわけですね。それが、この間、2、3年の間に、いきなりそうなっちゃうんで、これ大変でしたよね。通常のね、社長さんっていうのは、まあ、平社員、とかね、まあ入るのかな、わかんないけど、まあまあそういうの平社員とかでやって、若い頃やって、それがなんかこういろいろこう中間管理職とかを経て、そこで実績を作った人が、まあ、課長さんとか部長さんとかね、でいろんなこうのを経て、さらにね職歴を積んで役員とかなるのかな、専務とか常務とかね、うん、そういうのを経て、そこでも実績を上げてみたいな感じで社長になり上がるみたいな、いう場合が多いのかなと思うんですけど、まあ、一般的な日本の企業って多分そんな感じだろうと思うんですけど、私の場合はもういきなりね平社員が 2,3 年の間にガッと大きくなって社長になっちゃったという。で、結局ね、その中間管理職とかの時代に、こういう人のね、なんていうかな、まあ、人事というかですね、まあ、そういうの、人を扱っていくっていうことを覚えていくんだろうけど、そういうのなしだったからですね、まあ、そこが問題だっただろうなとは思います。はい、今考えてみるとね。あとは、まあ、その社長さんのね、キャラクターというか、まあ人にねこう任せるのがうまいとかね、そういう人とか、あとモチベーションですね、
モチベーターでこう仲間を鼓舞するのがうまいとかいう人はそういうの向いてるんじゃないかなとは思うんだけど、私全然どっちもないで、もうそれも自分で分かってたからもうやめたっていうことはありますね。いやこれをね多分ね、やってもうまくいかねえだろうなっていうのが、もう余裕で分かったんで自分でね、まあ、さっさとやめたかったですね。はい、それが分かった時にはもうああやめてえなとずっと思ってました。だからもうこれ以上大きくならなくては今はねせいせいしてる感じはします。もうこのね人に結構悩まされてきたっていう感じはありますよね。なのでもし今ね、ボルダリングジムの経営されてる方とか今からこうねボルダリングジムの経営されたい方は、まあ、自分がねどういうタイプなのかっていうのをよく観察して、それでこう向いてるんだったらねやってもいいと思うんですけど、まあ向いてないんだったら悩みの種なんでやめた方がいいなと思います。でこれ何が難しいかというと、人っていうのは全てが全てねお金で働くわけじゃないって、これがね、これがね長年というかですねその、経営してた間、気づいた点なんですね。例えばこう機械だったらですよ、ね、機械だったら500万円の機械だったら毎時間に例えば、時間にこうスペックがこう決まってるじゃないですか。機械だったら500万円の機械だったらその製品毎時間ね、100個作れますとかね、これを1000万の機械にしたら毎時間これが300個できますとかね、スペックとかそういうのがもうはっきりしてるじゃないですか。でも人ってそうじゃないじゃないですかね。なのでこれが難しいところだなって思いました。本当にそう思いました。例えばこう、まあ、年収換算で言ってこれをね最初250万だったものをねこれを300万円にしましたって言ったらはい、じゃあその分だけね余計例えば10何パーセント20% 近くこれが仕事をアップしてくれますかって実績上げてくれますかね。なんかそうじゃないんですよね。上げたからといってここのね人間がまあ多少はね意欲を持って働いてはくれるけど、はい、それで、実績をね 20% か 30% 上げてくれたらね、これは上げる価値があるんだけど、実際ね、それがうまくうちはいかなかった、だからやめちゃったんですけど、まあ、そういうところがあるっていうことですね。なのでまあまあ今ね、ボルダリングジムを始めたいとかいう方は、基本ワンオペね、もうオペでやっていくんだともう覚悟決めた方がいいと思います。はい、基本ワンオペで、あとはまあワンオペプラス家族経営くらいでとどめとくっていうのがね、家族経営とかがもう一番です。であともどうしても人が足りない、どうしても人が足りないっていう時はアルバイト、ね、パートアルバイトでやっていくんだと。もう正社員でね、もうやっていけないですね今ね。零細企業も正社員で人とかはまず雇えないと思った方がいいです。はい、ちょっと負担が重すぎるし、ダメな時もね、はい、無能だからいりませんっていうのは日本できないので、それがね、もう経営をバンバン縛っていきます。はい、だから、もう最初から、もうパートアルバイトしか雇えないと、思っておいて、あと、まあ、奥さんとかね、そういうのが、お父さんお母さんとかも、お父さんとか定年されたから、もう、
時々手伝ってやるよとかね、なんかそういうのがあったら、まあ、そういうのでやっていくとかがいいと思います。はい、で、ね、なるべくそれをやって、なるべく、なんと言ったらいいかな。まあ、アルバイトさんとかもね、まあ、すごく働きが良ければ、時給をちょっとアップしてあげるとか、はい。すごく実績があったら、ちょっと、ボーナスじゃないけど、一時金を上げるとか、なんか、それぐらいがいいかなって思います。はい。それでは、もっと実績積んでくれたら、またちょこちょこちょこっと、こう、段階的に、こう、上がっていくみたいな。はい。そんなシステムを構築されたら、多分うまくいくと思います。はい。うちの場合なんか、ちょっとそんな感じじゃなかったのと、やっぱちょっとやり方的にね、下手くそだったなっていう、その反省はありますね。はい。なかなか人を育てるって難しいです。機械みたいにうまくいかないので、はい。なんかそういう経験者のお話でした。はい。なんかまあうまく、こう、なんかフィードバックさせていただいたら嬉しいなと思います。そういうお話でした。ありがとうございました。